STS-90 はスペースシャトルコロンビアによって行われた1998年のスペースシャトル計画のミッションである。16日間のミッションで1983年の STS-9 により初飛行した欧州宇宙機関のスペースラブの最後の飛行となった。また、コロンビアが昼間に着陸した最後のミッションとなった。ニューロラブは 微小重力が神経系に及ぼす影響に焦点を当てたスペースラブのミッションである。ニューロラブの目標は宇宙での神経や行動の変化のメカニズムに関する理解を深めることである。特に前提系の適応や宇宙より中枢神経系の適応を、無重力下で位置を知覚する能力を制御する経路、発達中の神経系に対する微小重力の影響、 等に関する実験が行われた。アメリカ航空宇宙局の科学者、マリーアン・フレイが率いた。このミッションは6つの宇宙機関と7つのアメリカ合衆国内の研究機関の共同事業として行われ、9カ国から参加した研究者のチームが31の微小重力実験を行った。ミッションに参加した他の機関には、 アメリカ国立衛生研究所の6つの研究所、アメリカ国立科学財団、アメリカ海軍研究局のほか、カナダ、フランス、ドイツ、日本の宇宙機関、また欧州宇宙機関が参加した。ニューロラブの26の実験は、人体で最も複雑で最も理解が進んでいない部分である神経系をターゲットとしたものである。主な目的は神経系が宇宙で、 どのように発達し、機能するかの理解を促進することで、ラット、マウス、コオロギ、ナメクジ、2種類の魚、そして乗組員自身を被験体として試験が行われた。カナダ宇宙庁、フランス国立宇宙研究センター、ドイツ航空宇宙センター、日本の宇宙開発事業団が NASA に協力した。大部分の実験は、ペイロード米内のスペースラブで行われた。これは、 スペースラブの16回目で最後の宇宙飛行となったが、パレットは国際宇宙ステーションでも使われ続けた。生まれたばかりのラットの予想外に高い死亡率のため、実験の優先順位変更せざるを得なかったマメリアンデベロップメントチームを除き、研究は予定通りに行われた。他のペイロードには、シャトルバイブレーションフォーセスエクスペリメント、 バイオリアクターデモンストレーションシステム -04、そして3つのゲット、アウェイスペシャルキャニスターインベスティゲーションがあった。STS-90 は、上昇中にスペースシャトル軌道制御システムが用いられた初めてのミッションとなった。7人の乗組員のうち3人は、カナダのテレビ番組ポピュラーメカニクス4キッズに出演した。飛行中の一週間に、軌道上の乗組員は、 地上のエンジニアと協力してミッション短縮の脅威となっていた再生式に酸化炭素除去システムのバルブをアルミニウムテープを使ってバイパスした。ミッションマネージメントチームは1日間のミッション延長を検討したが科学会が延長は必要ないと示したこと、また着陸を予定していた5月3日以降は気象条件の悪化が予測されたことからそうしないことを決定した。 ミッションスペシャリストのキャサリン・ピーハイヤーは、ケネディ宇宙センターの職員として、初めて宇宙飛行士候補に選ばれた。また、STS-90 は、個体ロケットブースターに、コウモリが張り付いたまま飛行した。知られている限り初めてのスペースシャトルのミッションとなった。STS-119 でも、似た運命を辿るコウモリが現れた。ありがとうございます。